はい、どうも、激辛マニアのユッキーです。今日は、食べるのはこちらです。チャッチャカチャッチャッチャーン、チャッチャーン。稲葉の、有名な、まあ、稲葉っていうあの、タイカレーとかあったじゃないですか。あれのガパオ、ガパオチキンバジル。本場タイで製造。鶏そぼろとバジル味付け。辛さレベルが5段階中の3となってます。で、ナンプラーを使用って書いてあります。ナンプラーってなんだ？ナンプラーって何なんですかね。まあいいや。よし。食べよう。カレーだと思って買ったらカレーじゃなかった。あれじゃなかったです。ガパオライスってのなんか聞いたことあるけど、これは知らない。よいしょ。ガパオライス。それではいただきまーす。ん？うわ。うわ。なんだこの、今までに食ったことないようなもの。この味は。なんかすげえ食ったことない。ものすごいなんか、へんてこな味すんね。ガッパーを。ガッパーチキンバジル。すっげえへんてこな味すんな、これな。うわぁ。俺あんま好きじゃないわ、これ。タイ料理の、ガパオ。あ、ガパオライスだって。タイ料理の、定番ご飯。でもこれ本場タイで作ったって書いてあるから、だからタイの味なんですよね。タイの本場の味なんですよね。多分日本人向けに、タイ料理の中でも人気のガパオライス、日本人の口に合う、味付けで、最近は多くの飲食店で見かけるようになりましたね。俺そんなの見たこともないんだけど。そもそも飲食店行かねえかね。ご飯物としてはタイ料理で定番のガパオライス。子供でも食べやすく手軽に作れるので、食卓のレパートリーには入れたい一品です。あ、でもやっぱね、若干ね、辛い。あの、喉の方とか、ところに。ちょっと軽みつくような。ガパオライスを日本語で言うと、バジル炒めご飯。
ガパオライスはタイではごくごく一般的な料理で、日本で言うとカレーぐらい、おなじみの、料理らしいです。うん、お腹を空いたら、とりあえずガパオライスという人もいるほど。で、ガパオっていうのが、ハーブの名前らしい。うん、なるほど。日本名では、ホーリーバジル。聖なるバジル。ね。で、日本ではなかなか手に入らないため、代用としてイタリア料理にも使われる、スイートバジルを使うのが一般的。でも、タイではホーリーバジルを使っている。で、これ見てみましょう。ホーリーバジル使ってんのかなぁと。ちなみに原材料名が、あ、品名がね、ピリ辛味、漬け、鶏肉そぼろ。原材料が、鶏肉とスパイス、ハーブ類、カッコ、ニンニク、唐辛子、バジル。で、砂糖、オイスターソース、大豆油、醤油、ナンプラー、酵母エキス、食塩、増粘剤、調味料、pH 調整剤、だって。容量が 115g。これはローソンスター100で買いました。うん。美味しいんですよね。うん、まあ、ここにはバジルとしか書いてないんで、もう何なのかもわからん。それでは、稲葉の食品の、公式サイトを見てみましょう。鶏のそぼろをバジルとスパイスで味付けしたスパイシーなおかずです。ご飯にかけてどうぞ。麺に混ぜても楽しめます。あ、それだけ。てか、なんでこれ稲葉のさ、タイカレーってこれ有名になったんですかね。誰か有名人があれ言ったんかな。よくわからんけど。あ。あ、でもこれあれだわ。もしかして。もしかすると、これ、容量が減ってますね。あれだ。うまい棒。うまい棒パターンですね。年々こう、量が減っていくっていうか、短くなっていくっていう。うん。それっぽいな。うん。今だと115g ってなってるんだけど、稲葉のホームページの、ガパオ風ライスっていう、まあ、これ、料理ですね。これを使った料理。なんですけど、これ材料が、鶏そぼろとバジル、つまりこれですね。を一缶って書いてて、カッコ 125g って書いてある。10g 減ってる。
で、最近ほら、もう選挙でしょ。あと一週間で。うん。で、消費税が10月に増税するとかさ、ね。10% まで。行くとか言ってんだろ。だから、昨日ね、NHK をぶっ壊すのは誰だっけ？立川、なんとかさんの、YouTube で動画見たんですけど、政見放送の。すげえ面白かったよ。NHK で放送してたの。NHK をぶっ壊すって言って、NHK の方も皆さん、NHK のスタッフの皆さんもご一緒に、NHK をぶっ壊すとかって言って、言うわけないですよねーみたいな感じで。NHK で放送してて、NHK の、しかも人が通訳してるんですよ、こう横で。こう、手話か。手話でババババってやってるんですよ。あれ多分、あれ NHK のあれでしょ？NHK の、会社の人でしょ、うん、まあいいや。まあ美味しかった。まあ NHK をね、ぶっ壊すなんてまあ、それはまあ、確かにぶっ壊さなきゃいけないですけど、多分、俺の予想だと勝手にもう潰れるんですよ、あれ。うん。なぜかっていうと、そもそもですよ。NHK に金払ってんのやつなんてのは、絶対高齢者なんですよ。で、高齢者どんどん死んでいくから、で、今、ね。まあ、俺、31歳ですけど、俺、一回も払ったことないから。大阪で4年間一人暮らしして、東京でももう4年間一人暮らしして、合計8年間、一人暮らししてるけど、NHK 一回もね、金払ったこともない。で、さらに言うと、大阪の時に俺がマンションに住んでたんですけど、ね、町内会のね、会費がね、うんたらかんたらつってね、半年になんか3000円だか、もしくは1ヶ月に3000円だったかな、なんか取られてたんです。取られそうになってたんですよ。で、すげえ年寄りのおばあちゃんが来て、80歳ぐらいの。ね。町内会費、回収に来ましたみたいなこと言って、いや、俺は嫌ですって言って、もう拒否って、ずーっと、ひたすらに。だから回覧板とか回ってくるんですよ。東京来てから回覧板なんて回ってきたことないな。よく考えると。あれやっぱ規模がでかかったからかな、マンションって。全部屋多分で、全部屋だと、何個あったら100件ぐらいあったんじゃないの、マンションだから。うん。あれ確か7階ぐらいまであったからね、俺のマンション。しかも管理人もしっかりいたしね。そう考えるとやっぱそういうでかい規模のマンションとかだとあれなんですかね。俺今まアパートですからね。2階建てのアパートですから。あれですよ。だから来ねえのかもな。よくわかんねえんだよな。何が町内会費やねんっていう話。バカじゃねえんだって。ただでさえお前生活苦しいのにさ。で、払えるかって話を。で、ググったんですよ。払わないのは違法かって、ね、町内会費。あれ全然違法じゃないんですよ。だからずーっと払わなかった、4年間。1回も払ってない。だから NHK にもね、まあ、俺もまあ、あれですけど、俺が言うのもなんですけど、
NHK で実は結構面白い番組あったりするんですよ。うん。最近わかったな、面白かったのは、ダーウィンが行くだっけ。まあ、いわゆる動物とかの、まあ、わかりやすく、ガキでもわかりやすいような、内容、まあ、説明するんですけど、全然、すごい面白いんですよ、普通に。うん。俺全然知らない。ハゲタカとかさ、ハゲタカだったっけな。ハゲタカ、まあ、俺が見た回、YouTube で見たんですけど、ハゲタカがね、そこら辺のね、骨をね、ガシって掴んで、で、こう、高いところからバーンって落とすんですよ。で、骨がバカーンって割れるじゃないですか。で、中の、脊髄の部分を食うっていう。これがハゲタカだか、ハゲワシだか、何だったか忘れたけど、それの鳥ですね。賢いなと思ったら。だって普通の、骨食わないんですよ、普通だったら。ライオンとか。ね。だから、残った残骸のその骨しかないやつ。骨だらけのやつ。それを、バカーンって高いところから落として、割ってその中にある脊髄を食うんですよ。まあ、脊髄だけじゃなくて骨も丸ごと食うんだけどね。骨も食うんですよ。あいつらすげえ発達してて、それに特化してるからかすげえ骨を消化できるように進化してるみたいなんですよね。うん、だからもう全然知らなくてさ、はーっと思ったね。あとプロジェクト X とか、まあ昔あった、今もあるかどうか知らんけど、あれも NHK でしょね、確か。プロジェクト X もあれね、ガキの頃ね、ガキっていうか未成年どころか、まあ、二十歳、20代の人が見ても多分あんま面白くねえと思うんですよ。俺もだってずーっと面白くねえと思ってたもん、だって。30代になるとね、面白いなと思うようになる。ああいうのが。うん。で、あとさっき言った選挙も同じっすよ。俺ももう20代後半ぐらいになんないともう興味もなかったっすからね。だって初めて俺選挙行ったのがもう、28歳とかそんぐらいっすよ。初めて。うん。新潟いた時も一切投票行かなかったから。行ったこともないよ。行ったこともないから、わかんなかったんだけど、投票用紙っていうのを持ってかないと、なんか、ダメらしいですね。俺、それ知らなくて、確か普通に行ったんですよ。で、投票用紙持ってないとダメなんですよって言われて、あ、そうなんだって。それぐらいのレベルですよ。28歳で。今そういう人たくさんいますからね。マジで。まあ、おかげで、まあ、とりあえず NHK ぶっ壊すよりも、もう、まず安倍政権をぶっ壊さないといけないですよ。NHK なんかほっといても潰れるんだったら、あいつら。間違いなく。どんどん進めば。で、だから NHK の、おかしな話なんですよ。だから NHK だけなんでお前金払わなきゃいけねえんだって話。フジテレビとか、ね、日テレとかさ、朝日テレビとかあんじゃん。あんな一切金取ってねえだろ。なんでお前だけ取るんだって話だね。アホかと。ふざけんなって話。だから意味がわかんないんですよ。本当に。魔法少女マドカマギカの、キューベイだって、言いましたけど、わけがわからないよって、状態です。キューベじゃなくてももうわけがわからないよって言うよ。本当に。意味がわからない。アホでしょって感じ。そもそも。意味不明。で、さらに、来年だったかから、なんかスマホ持ってるやつ全員、パソコン持ってるやつ全員、金、集金に来るとかなとか言って、あ、それであと知ったの、立花隆さんだっけ？人の政見放送で知ったのは、NHK の、
キャスターの、男もともともう結婚してるんですよ。結婚してて、それ2年前だったかな。その、40ぐらいの、あの、キャスター、人気キャスター、年収1000万ぐらいの、すげえ、あの、人間がね、普通に、あの、まあ、結婚して子供もいたんですけど、あの、とある、その、若いキャスターと、あの、不倫関係になって、あの、そこら辺の路上でカーセックスしたって。それを、あの、スクープで、あの、なんだ、あの、週刊誌で報じられて、写真も撮られて、っていう話。なんでそ、年収1000万ですよ。違う、子供もいる、結婚して子供もいるんですよ。なんでお前そんなリスクを犯したん？そんなリスキーなこと普通しねえぞ。はっきりと。しかも堂々とお前路上でカーセックスだぞ。夜中。アホだろ、そもそも。よくそんなリスキーなことしたよね。普通ラブホ行けばいいじゃん、ラブホ。まあ、不倫の時点でまあダメなんだけどさ。それにしたってお前、もう路上でもやってても、あれですよ。もう写真撮ってくれって言ってるようなもんだよね。週刊文集とか。バカでしょ。で、その結果もだってさ、見えてたはずでしょ。大体。確実に。で、まあ、年収1000万ですよ。ってことはだ、離婚になります。慰謝料払います。慰謝料も当然むちゃくちゃ高いです。だって財産折半ですからね。ねえ、まあ、貯金がいくらあったか知らんけど。で、さらに子供の養育費ですよ。子供何人いたんだっけ？二人ぐらいいたんだったっけ？一人か二人いるはずなんですね。養育費でしょ？で、さらにあの、テレビ、フジテレビ降板ですよ。当たり前。バカだろ、お前。バカだろ、マジで。そんなリスキーなこと普通しないで。さすがに、俺でも。さすがの、あの、性欲マニアの俺でもしないぞ。そんなバカなこと。まあ、だからそれによってもあれですよ、2年前にもうその不倫で、あの、その不倫した相手の女性の人も、まあもう、テレビ、フジテレビからもう、行方をくらまし、え？まあ、まあなんか、賠償されたのかわかんないですけどね。まあもう今現在もわからない。消息不明。今は、確か、あの、男の方は、あれ、まだフジテレビで働いてんじゃなかったっけな。ちょっと覚えてないですけどね。まあ、とにかくアホです。で、これなんですけど、これ、まあいいや、本題に戻って。これか、でもなんだかんだで、あれなんだ、最初すげえなんかまずいと思ったんですけど、意外と、あれだな、美味しいなって思うようになってきてますよね。これ、最後まで。最後あたりになると、すごい美味しく感じます、これ。ちょっとあの、あれがあるね。中毒症状があるね。辛さは、まあ、そうだね。辛さ20ぐらいだろ、これ。辛さは、まあ、20だな。辛さとすると20。これあの100円ショップとかで売ってるんで、ローソンストア100とかで売ってるんで、これ皆さんおすすめですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。